こう、あ、こういうことあんまり気にしないです、こうね、離れてても結局関係ない、だから B のこう全体方位のこう、そうすると彼女がついてくる感じで、こうやってやったらね、こうついてくる、歩いていってもこう触っていっても、要は自分の意思通りっていうかな、意思通りこう、意思通りこうね、意思通り、そういう感じだから、じゃあそういうのを注意して、いつもの先生、小林先生の話なんだけど、小林先生、この線ね、この線とこの線をこのままじゃ持ってて、ここ入れないの、でもこの線とこうやったの、こうやるとこの線とこの線合うよね、そしてこっちの方じゃなくて、こっちの方じゃなくて自分の方、彼女はここ閉じしてたから、だから自分の方にこの手をこうやって曲げるの、こうやって、それからこうやってやったで、それが違うと気が合わないんだからね、だから気を合わせるっていうのが大事なので、気が合って初めて動けるの、自分が、それからこう出てきたので、そういうふうにやらないとこういう状況から歩き始めちゃったらぶつかっちゃうんだよね、ここは。だからまず気を合わせて、気を合わせて同じ方向、同じ方向になってから歩き始める、そういう感じね。だからこのなんていうのかな、その気の合わせ方ってすごく難しいんだけど、あのいろんな人がいろんなこと言ってたんだけど、要はさ、ちょっとずれちゃうと こっちやっちゃうと全然いかないのよ、これ。で、やっぱり自分がいなくなるためには自分の方向、こうね、補助してもいいから、この手、この手で補助して、あ、こっちだなって、こっちじゃないの、必ずこっち、こっちやって、それからこう、それから歩くって、もうちょっとやってみようかね、じゃあ、はい、いくつかあるんだけど、手の方向、手の方向は必ず自分の中心に向かっていることね、この指先、それからこの手がないと、こっちの手がないと、こっちの手でやりたいの、やりたいと寄り所欲しいから筋肉使っちゃうの、みんな、だからうまくいかない、だから逆にこの手使ってこう引っ張ってやると、この手は何もいらないから何も意識なくてブラブラの状態にしといて、それでこう引っ張ってこうで、離してるとダメ、方向がずれたらダメで、ダメなことばっかりなんだけど、あのでもそれやっちゃないんだよね。そして上手くなってくればできるようになるの、あの上手くなってくれば片手で自然とそれが自分の中に、あのなんていうの、力が抜けて寄り所が必要となくなって、この手でやってるから、そういう話だね。でこう来たらこう、最初はこうでいいよね、こうで自分の近く、自分の近くね、あのこうやってやって、こうやって力、こうやって遠く離しちゃうと力必要だったから、これだったらこうやればほらできるんだよね。あの普通はこう気づかないから、こうね、こういうふうにやっちゃう、でも近づいちゃう、こうね、こっちでしょ、こっち今離れてるよね、全然、でもおへその方にこういうふうに持ってきて、自分の近づきにこういうふうに持ってくればできるようになるのってことは、なんていうのかな、あ、失敗したってよくあるんだけど、失敗しちゃっても、あ、失敗しちゃったったら自分が近づいちゃう、そうするとできるようになるから、あの失敗してこの力で離れたままやろうと僕らはね、なのね、だからその近づけるとか、自分の体幹に近いところで何かやるとか、力抜くとかで、遠く離れてたら自分が近づいちゃう、あの四角に本当はだから、四角じゃないところに近づいちゃうとまずいんだけど、四角の中で近づいていけるからね、あの安心でできるっていう、そういう話で、それでね、あの片手でね、や練習、こういうね、こう近くで、こう離さないで、離さないで、近く、こういうとこ、こういうとこ、
でこうね、こうそういう練習ね、まあ中段とか下段とかいろいろあるんだけどもね、下段こう下段とかで、あんま離さない、ね、近くなるべく近くって近くって話ね、近くで技もいろいろあって、あの遠くでやる技もあるんだけど、なるべく近いのね、こう近いの近い、それでこういうとこ行ってやられちゃうから、だからなるべく優先順位としては近くもらうのね、こういうとこ、こういうとこ、この裏側、こっちが近くないから、あそうですねって、だ最初はだいたいこの裏、ここね、でこの時近いの、こうよぼっててね、こうやってやったらぶつけちゃって入れないの、この手邪魔してるから、自分の手が邪魔なの、だから自分の手いらないの、捨てないとダメ、捨てれないと入れない、近くに、で捨てたからこっち捨てたのね、こっちだからこうに捨てたままこう来ればこうできるんだよね、捨てたまま行けば、でも捨てれないと限りはこれ邪魔しちゃってるから入れないの、捨てちゃうのこっち、そうすればここに入れる、それでで近くね、近くなるべく近いと、近いこう離しちゃうと難しい、でも近ければ楽、こういうふうにほらほらで技なんでもそうだけど、近くでやるってことね、近く、これ難しい、でも近く、と近い、ここに近い、そうすると四方玉でもいいんだけど楽だから、少しじゃあ近づいて近くで技やることを考えよう、あの一番勝ったのは四方投げで、近くここ考えてもね、ここに入っていかないの、これ記者からここ考えてるの、ここにで離れるんじゃなくて近いで、こうで近いの、頭に近いの、もう触ってるぐらいで最後まで近いこれもこうやって捨てれないと入れない、捨てるのこっちやで、捨てるのこっちと入れるね、近いのね、すごく近いよね、こうやって近いのね、で近いよね、こうそういうのちょっと意識して、あの合気道っていろいろそういうなんていうのかな、要点っていうのかな、そういうキーポイントっていうのかな、あるんだけど、近くでやるっていうのは一つのすごくキーポイントの一つだから、いろいろ成長戦でやるとかいろいろあるんだけど、重要なことはね、でも近くでやることをちょっと近くで、これ近くでやるってことを、ちょっとやってみましょ う見てる人ではみんなさ捨てれないのね捨てれないの、みんなこうやって持たれるよね、こう捨てれないの、これ捨てるの大事、これ捨てるの、こっち一式下だったらこう、向こうだったらこう、捨てないとね、捨てないといつまでたってもこうなってるから反撃食らっちゃって終わっちゃうの、もう自分の寄り所したいから、もう捨てれない のいつまでも寄り所にしたいの、寄り所がいらないから、自分がまっすぐ立ったらいいんだから、立ってないという寄り所が必要、まっすぐ立てないと、傾いてたら寄り所が必要、でもまっすぐ立ってる寄り所いらないの、ほら全然彼必要ないから捨てれるの、こっちだ、で近いところでも遠いところでもどこでもいいけど、これ捨てれない、捨てる練習どうやって捨てるかって聞いたんだけど分かんないね、でも捨てるじゃないんだよ、これ寄りどころいないんだから、これみんなこういうなんていうのかな、切りたいんだけど切れないっていうのはそういう話、寄りどころしたくないんだけど寄りどころしてないとちょっと不安、いやもう一切だから顔とかさ全身使ってさ寄りどころいらねえやって、こうほら寄りどころいらねえやって、こう関係ないのね、
で抜けてこうでやるとかさ、やった方がいいやな。よりどころ作らないでいいよ。はいはい。よりどころ。これ目標見せて、目標見せて打たせてっていうのと共通してっから。目標見せていない。次の瞬間いない。これよりどころしてたらこうなっちゃうの。自分がやると。より関係ないだから。こうね。それと共通だから。こう持たれちゃったのね。彼のところ。これ彼のよりどころ。で持たれた次の瞬間には来るでしょ。だから持たせないの。こうやって。ほら捨ててんの。これ捨ててんの。こうやって。これ持たれちゃったらやられちゃうのかな。バーン。やられちゃうんだから次の瞬間。だから文字にしたの。こう捨ててんのか。こっち捨てたのか。そしてこういうとこもらった。こういうとこもらった。で近い。離れてないね。そういう話。その稽古だけどどうするか。じゃあどうしようかな。じゃあやるってね。そういうの意識しながらやるっていうこと。じゃあそれしかないね。もう捨てていらない。こう来たら来たら捨てていらない。で捨てる。でボカボカで重心、四角四角とかまっすぐで、こういうところ、よりどころ作らない。いらない。そしてまっすぐ。自分まっすぐ。よりどころどこもいらない。そして足。さっきのほら、転換してさ、歩いたのと同じ。転換して、関係ねえから歩いてやん。それも同じ。だから同じ感じで、こっちよりどころじゃない。で、こう、歩いてきた。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 これ自由な。そういう話ね。じゃあ少し、じゃあ何かやってみようかね。それ考えてちょっと、じゃあよりどころ作らないで。みんなよりどころ見てるとさ、だいたいよりどころにこうやってやってから決めないから。だからこれを捨てるつ、捨てるつ、あいつ捨てるつ、もうそれだけ。じゃあそれだけやりましょう。ポイントはいっぱいあって、一度にはできないんだけど、稽古するしかないんだけど、稽古してってそういうこと気がつくね。でこうやって持たれてもこうほらよりどころしてないんだから、こういうとこね、こういうとこ捨ててるのはね、こう捨ててこうもらった。そういうで正面打ってきても同じ。こうやって正面打ちなんかは特にそうで、ジェイさんじゃないけど 先にねこう先に入ってくれば手降りてこないよね、これ以上ね。ほらこうやってこう入っちゃってんだから、これここにいても落ちてこないの。ここにいても落ちてこないの。こうやって上がってね、上がってこう、あ落ちてこないよね、これ落ちてくるんだけど。だから線とかこの話なんだけどさ、でそういうポイントっていっぱいあるので、標的見せていないの、全然いないので、彼はよいしょって打っちゃったんだけどね、打っちゃったからまあリカバリーしてくんだけど、でその月に僕は何かやってるっていう話でね、いっぱいあるからね、どうしようかな。でも稽古するしかないんだよね、こういないですね、いないですね、いない、いない、そうね。でただこうやって落としてるだけなんだけど、だから合気道の稽古なんて言うとみんな寄り所しちゃうから、寄り所こうやってどうやって寄り所パッとやっつけるかってことを考えちゃうから、これね関係ないのかな、この関係ないの、おいこっちの方が大事だから。でこう自分順か自分に動くっていう話でしょ。だからねこうね捨てる、で捨てないと始まらないっていう、捨てることによって初めてこれ大事にこうやって持ってたらできないの。でも捨てれへんから、捨てるからこうやってこうやって入れるのね。そういう話だからね。じゃあ捨てる稽古、捨てるっていうことを意識するのと、それから想定を外す、想定を外して、こう来たの想定外す、すれすれこれこうやって見てたらできない。だからこれも捨ててたよ、捨ててるからこうやって
でしたよね。で、想定を外してる、想定を外してる、こう、想定外してる、これ。こう、打ってくるんだけど、打ってくるんだけど、想定外したの。これ、ずれた。こう来たの。ちょっとずれた。で、ここにあるから。で、こうね。じゃあ、そういう、じゃあ、打ってこれもやってみようか。ね、こうやって打たせて、本人はここにいない。そして、こう。で、こう捨ててるんだけど。いらない。ねえ、こう。ポイントいっぱいあるからね。じゃあ、そういうことやりますね。